弘前市出身で世界的に活躍するアーティスト、ごまさんによる大規模な個展が9日に開幕します。会場の様子を一足先に取材しました。津軽では初開催の大規模個展、ごま展2。会場となる田舎館村博物館では内覧会が開かれました。前回がすごい好評だったので、今回それを超えられるかっていうのがすごいやっぱりプレッシャーだったんですけども、かなり自分でも満足できる展示ができたと思います。会場には新作と未公開作品100点以上を含めたおよそ180点が展示されています。他にはないものっていうのをごま展というのを出したいっていうのは思ってましたので、かなり展示はこだわってやってます。中でも最もこだわったという空間がフラワールーム。色とりどりの花に囲まれながらごまさんの作品を楽しめます。また他にも仕掛けが、実際にこの造花にですね、花のエキスを吸わせて、花の香りを楽しみながら、アート、花のアートっていうのを楽しんでもらいたい。隣の部屋に進むと特殊なライトに照らされた空間が、昼から夜へ花の表情が変化します。また昼と夜合計で1万本の造花を使用しまして、匂いも実は少し変えてまして、夜の方が少しリラックスするような。また田舎館駅のアートをブラッシュアップしたという床から全面アートに包まれる空間も。天井には京都とかがすごい好きで、よく天井画の龍の絵を見に行くことが多かったんですけども、ごまなりの総龍図っていうのを描きたい。会場内はどこでも自由に写真や動画を撮影することができます。やっぱりこう地元開催なので、地元にちなんだ作品とかも制作したんですけども、やっぱりこの津軽のパワーっていうのをこうアートに込められたんじゃないかなと思います。ごま展2は9日から道の駅田舎館隣の田舎館村博物館で開かれます。いや、ワクワクするような華やかさがあって行ってみたくなりましたね。はい、香りもするということで、ね、気になりますよね。はい、私第1回行ったんですけれども、ごまさんというと細かい書き込みが特徴なんですが、近くで見たときと離れて見たときでかなり印象も変わってくるので、ぜひ皆さんその目で確かめてみてください。